新国立競技場にほど近いその店は、壁という壁、柱という柱が店を訪れた世界のトップシェフ、スターシェフたちのサインで埋め尽くされている。彼らが来日するたび、どうしても訪れたい店、会いたいと願う料理人とは。デンズ・ザ・ユー・ハゼガワ。世界のベストレストラン第11位、アジアのベストレストラン第3位、東京神宮前に店を構える日本料理デンの主、長谷川在友。名だたる料理人グルマンが長谷川のもとに殺到。絶え間なく続く熱烈なる祝福が物語っていた。長谷川在友という料理人がどれだけ慕われ愛されているか。ではこの男の何が世界を魅了してやまないのか、そして未来に何を残すのか。唯一無二、縦横無尽の長谷川劇場、その扉が、あ、いや、新しい歴史の扉がいよいよ開かれる。はじめまして、パルドゼットから参りました三石寛太と申します。長谷川在友です。今日は長谷川さんの未来に残すべき作品いただきに参りました。彼はパルドゼットのチーフキュレーター三石寛太。パルドゼットとは、100年先の未来に残すべき一皿をパーマネントコレクションとして後世へと継承していく食の美術館である。今回の料理人はどんな一皿を完成させるのか、とくとご賞味あれ。パレドゼット、おいしさの未来。なぜ我々がパレドゼットを立ち上げたのか、それはこの番組がおいしさの未来を考える三つ館の提供だからに他ならない。お願いします。長谷川在友、和食の型を知り、それを大切にしながらあえて破り、伝を世界有数の料理店へと押し上げた男。その作品を見ればいかに型破りか手に取るようにわかる。最初に供される料理からしてサプライズ。もなか、甘味として出すのが型通りだが、デンでは一品目に登場。中身はあんではない。あ、美味しいでしょ。もなかに挟まれしはフォアグラの西京漬け、いぶりがっこ、干し柿、これをもって八寸の代わりとする。箸を使わず食べられると外国からのゲストにも好評。お次はデンのシグネチャーディッシュ。来ました、ケンタッキーならぬデンタッキー。長谷川の遊び心を象徴する一品。箱の中身はもちろんフライドチキン。
なのだが、ただのフライドチキンではない。おいしい。手羽の中に香箱ガニともち米を詰めた。季節によって食材を変えるが、米は必ず入れる。おしのぎとして出しているから。おめでとうございます。おめでとうございます。客席には常に笑顔があふれている。サラダにもなんともフォトジェニックなガーデンサラダ。炊き合わせのごとく野菜それぞれに異なる火入れ、味付けを施している。型があるからこその型破り。創作料理屋ではない。神楽坂の芸者を母に持つ長谷川は18歳で料理の道へ。創業100年の老舗料亭でいろはを学び、29歳で独立。神保町に自らの城殿を構えた。その後神宮前に移転、現在に至る。長谷川には店を始めた当初から変わらぬポリシーがある。行こう、はい、行こう。いたずらに高級食材を使わない。昨今ありがちな高級食材をふんだんに使い、その分お代に上乗せするという流れを良しとせず、それよりも技術とアイデアを駆使して素材のポテンシャルを最高潮に高め、ゲストを楽しませることを第一義とする。料理の中ではね、ああいうやり方はなんかどうだとか、あいつがやってるものは日本料理じゃないとか、電卓機とかああいう、ね、ちょっと目新しいものって、料理人、日本料理の人たちからしてみたら、まあ正直いろんな声は上がりますよ。僕は日本料理のきっかけを作りたくて、あの好きになるきっかけとか、日本料理っていう古いものね、伝統とか古いものを重んじるものだけがあってもやっぱり入り込めないじゃないですか。そしたらその前にね、もうちょっと入りやすいものがあって、初めて日本料理を食べる人たちが今度はもっと深く知りたいなと思えば、ね、もっともっと深く知れるお店に行けばいいと思うんですね。入り口です、僕、うちは入り口なんです、本当に。板場の風景も日本料理の店では革新的。伝のフィロソフィーを学ぼうという世界の料理人たちが切磋琢磨している。頼れる片腕、望月麗を筆頭に女性の料理人も多い。美味しいのはもちろんなんですけど、いろんな国の方が働いてて、すごくこっちが元気になります。そんな長谷川には日課がある。楽しんでいくね。この日も満席を回した後、向かった先は東京湾。真夜中の釣り。だが目的は食べることではない。釣った魚は全てリリース。お客さんもね、釣りも同じで、じゃあ、ね、お客さんが食べたいもの、ただ食べたいものも、ね、例えば食べやすい大きさなのか、あ、これは食べるんだ、あ、これは食べないんだとかって、やっぱ同じようなイメージになっちゃうんですよ、僕の中で。釣りで培ったサービス精神は長谷川と伝にさらなる栄誉をもたらした。And the winner of the Art of Hospitality Award 2019 from Tokyo, Japan, it's Den. 世界のベストレストランでもてなしを通じゲストに驚きと感動をもたらした店に贈られる Art of Hospitality 賞を受賞。チーム Den は接客世界一の称号も手にした。
外国からゲストを迎える時は到着時間やその日のランチをリサーチ、それを考慮した上で分量や仕立てを変える。Oh, it was very special. I think the staff is very friendly, and I think all the dishes we had were very good. She caught 200 times, but fortunately, I caught 6 times, and I was able to get through. 今日も外国からのゲストと盛り上がる長谷川。英語はどこで？僕喋れないですから全然。みんななんかちょっと勘違いしてるんですけど、僕英語喋れると思ってる。全然喋れない。僕一番使うのジェスチャーですか。あの一つルールがある。外国人によるの笑う。笑うときは、わーって笑ったらその倍ぐらいで、笑う。もう絶対どこ行っても。言葉は分からずとも心を通わすことはできる。だから愛される。そんな長谷川のもとに一通の手紙が。長谷川在友殿、未来に残すべき作品を提出されたし、パレドゼット館長。何がいいのかなとか、何を伝えたいのかな。でも僕残したいもんって別にレンタッキーでもないし、別にサラダでもないし、まとまんのかなみたいな。長谷川在友、未来に何を残す。さすが世界11位、デンには世界中の名店からコラボレーションディナーのオファーが殺到する。この日はフィリピンへ。初めて訪れたマニラで未来に何を残すか手がかりを見つけた。コラボレーションの相手はフィリピンのナンバーワンレストラン、トヨイータリー。まずは自ら市場へ出向き食材探し。基本的に食材は持ち込まず、現地の野菜や魚を日本料理に仕立てる。魚を下ろす達人と出会った。その神業が長谷川にインスピレーションを与えた。抜け殻のようになった魚の胴体にほぐした身や香辛料を詰め、焼いたものを試食。ディナーのメニューが降りてきた。もうなんかある程度決まりました。あ、本当に。そんなものがやっぱり新しいものばっかりだったから、まあ、こっちの人の好きなものとか合わせながらなんかとか、なるほど、まあ、やっぱ食べながら決めちゃう。来る前は、来る前何も決まってない。あ、事前にあんま決めないっていう。決めない、決めたらそれになっちゃうから。あ、そうしない方がいいって。そうじゃないよね。いいピクチャーだ。かつお節も昆布もない環境、即興で日本料理を作る。初めて出会うフィリピンの若き料理人と共に、市場で食べた魚にヒントを得て、デンのシグネチャーデンタッキーをフィリピンバージョンにアップデート。もち米とともに地元ではポピュラーな魚サバヒーを詰めた。どうするか最後まで決めかねていたのがお造り。フィリピンのサワラが
想像と違っていたのだ。それでも日本料理の花であるお造りを外すわけにはいかない。どうする？若き料理人のため刺身を引く手本を見せる長谷川。腹は決まった。醤油の代わりにフィリピンの人たちが大好きなココナッツ、唐辛子と和えた。ちなみに席は予約開始わずか7分で完売。期待の高さとともに食への意識の高さも伺える。意識が高いのは現地の料理人たちも同じ。長谷川が彼らに教えるのは日本の調味料や食材には頼らないその国ならではの日本料理。それを学びたいという料理人が世界に山ほどいるという。某日ミシュランのパーティーに出席していた長谷川に改めて聞いた。未来に何を残す？やっぱり自分の中で何が一番残したいかというものを考えたときにもうある程度形は決まってきました。やっぱりそれはなんか日本にいるよりもやっぱ海外に行ったりとかしていろんなものを見ると自分の思ってるものがよりやっぱり自分はこうだなっていうものを、日本にいると多分わからないものが海外に行くとたくさんあって向こうで感じたものの中にやっぱり僕が残したいものっていうものがやっぱりあったんで、なのでまあ他の人とは感覚は違うかもしれないですけど、僕なりにこれから自分が残していきたいもので伝えたいものっていうものをある程度決まってきました。長谷川が残したいもの、伝えたいこととは。デン長谷川在友の未来に残すべき作品。それは、いやお椀ですか。お願いいたします。じゃあ早速、はい、いただきます。ほう、わこれなんか木の芽とタケノコ、日本人の心を揺さぶりますね。ですね。なのにパワフルなんですよね、後味がね。はい、ハマグリ。ハマグリです。はい、ほう、ちょっとこれいただきます。ことを合わすと最後のハマグリのこの貝の出汁のこうパンチがこうふわってこう柔らかく感じるんですね。一番初めにお出汁を召し上がってもらって、タケノコを召し上がってもらって、はい、またお出汁を含むと初めとはまた違った感覚があったり。違うんですよね。長谷川さん、はい、これなぜこれを未来に残そうと思ったんですか？はい、実は今回ですね、はい、このお椀なんですけれども食材は全て日本のものではないんです。日本料理の場合だとやっぱり日本で作って、で日本の食材を日本人がっていう一つの形を取るんですけれども、これから未来に残すっていうことになった時に日本の食材だけではもう日本料理を表現するのはもったいないな、なるほどねって思うようになって、タケノコはこれは中国のものです。僕知り合いが中国にいて、はい、取れたてのものを空輸で送ってもらって、なるほど、上に添えてある木の芽はこれは韓国のものです。ハマグリに関してはこれは台湾のハマグリです。はあ、台湾ですか。はい、世界中いろんなところで料理を作らせてもらうんですけれども、その場所その場所に出汁を引けるものがたくさんあって、今までフィリピンですとか、ね、韓国で台湾
で逆にヨーロッパ行ったり南米に行ったりいろいろした中でハマグリってどこの国にもあるんです、よく似たものもあって、なのでそれを日本料理の技術というかを使ってお料理をしていく。今回このハマグリお塩も何も使ってないんです。あ、この自然のハマグリが持ってる、はい、持ってる塩味です。食材もそうですし、僕もいつまで生きていれるかも正直わからない。そんな中で今回のお椀を実は作ったのは僕じゃないんです。え？ジョイ、初めまして、ジョイです。ジョイさん、はい、え？ということは日本の方じゃない、はい、今回この残していきたいものっていうものは、やっぱ食材お料理を残していくっていうことが多分これからどんどん難しくなっていく中で、彼女はもうデンで働いて4年経つんですけれども、はい、彼女の、まあ、出身は香港なんです。6年前旅行で日本へ、その時デンを訪れあまりの美味しさ楽しさに感激、すぐさま会社を辞め日本へと移り住み、長谷川に弟子入りを志願したという。僕が残せるものとして、僕の作ったものではなくて僕たちのこの感覚気持ちを持ったものを海外の方でも日本の方でも構わないです。男性でも女性でも構わないです。でそういった気持ちを持って作ることによって召し上がっていただいたこういう日本を感じるものであったり、これから残していけるものっていうものをちょっと二人でいろいろ考えながら。ベースは台湾産のハマグリに水だけ、それを小1時間火にかける。味を決めるのはジョイ、もちろん師匠のチェックは受ける。だけど水以外すべて外国のものからなる日本料理が完成した。ハマグリって本当にその火入れ一つでものすごく濃くなったりしちゃうじゃないですか。あのパンチ出すぎちゃったりとか、はい、それをいわゆるこの技術でこの状態に仕上げる、まさにそれこそを残したいと。そうですね、日本の技術であったり思いであったり、はい、そういったものを世界中の人たちが得ることによって世界中から日本料理ができてくるんじゃないのかな、日本料理は日本人だけのものではもうないんじゃないのかな。なるほどね、長谷川さんの未来に残すべき作品、確かにいただきました。ジョイさんもどうもありがとうございました。ごちそうさまでした。数日後、長谷川のもとにメニューブックが。長谷川在友作「ハマグリ椀」はパレド Z のパーマネントコレクションに認定された。今世界中の若き料理人が日本料理に憧れ、技術はもとよりその心本質までを吸収せんと熱心に学んでいる。そう遠くない未来、彼らが持ち帰り蒔いた種がその土地土地で新日本料理という大輪の花を咲かせ、我々日本人を驚かせてくれるに違いない。そしてその時、日本料理は真の意味で世界の料理となる。なぜ我々はおよそ30分を費やし美味しさの未来を真摯に考えたのか、それはこの番組が同じ志を持つ蜜柑の提供だったからに他ならない。